おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1359です。はい、今回紹介するのはですね、前回組み立て完了しましたこちらプラモデルですね、こちらのアークビートルメダロットシリーズのやつですね。はい、こちらを前回紹介していきました。ということで一応今回ですね、こちらの方の稼働範囲とかギミック関係、こちらの方でちょっと紹介していきたいと思います。でまずこちらなんですが、ここに手前にね、玉みたいなのがありますけど、こちらあるということで、スプリングギミック内蔵ということになっております。そのため、小さいお子さんというかね、がいるところとかで、あまり変に動かすとね、ちょっと目に当たったりとかね、ちょっと危険な感じがするんで、その辺の感じもお話ししていきたいと思います。で、一応公開の手首パーツが、これですね、公開のバイザーパーツ、これもありますということで、これに関してもお話ししていこうかなと思っております。はい。ということで、とりあえずね、手前にパーツざっと寄せてしまいまして、よいしょと。まず、こちらの方の、まあ、グルーティをね、一周回して、見た目から行きましょうか。一応、こういう感じですよと。はい。いい感じ。まあ、バランスとしてはバッチリですね。で、今つけてるこの目のパーツ、こちらが嫌な方は、先ほども置いてあった通りね、こちらの塗装済みの丸目のやつと、もう一つの未塗装のクリアのやつ、こちらに差し替えることができるというふうになっております。一応、稼働範囲。まあこれに関しては前回の組み立てをね、見ていただくとわかると思うんですけど、一応首の部分はそのまま左右に問題なく動かすことができます。これに関しては頭部とボディ側にそれぞれポリキャップが入ってて、それをつなぐようにこの棒ですね、これでつながっているという形になっているんで、こういう感じですね。普通の接続方法ではないので、ここでグイグイこう前後にこうやって動かすことができるよと。でそれに伴って、これが上ですね。で下がこれぐらいと、顎引いてもこれぐらいしかいかないんで、そこまで大きく動かせないって感じですね。まあ、ここのジョイントをグッと伸ばすというかね、こちらのポリキャップ、ここからちょっと抜き気味にしてあげると、もうちょっと下向けるかなって感じかなと。ただ一応これぐらいまでできる。で、ダブルボールになってるんで、こういう斜めとかね、こういうような感じにすることができるっていうのも、ちょっと利点の一つだと思います。で、次に腕ですね。腕に関しては根元の部分がボールジョイントっていうか、ここもポリキャップ式になってて、こうやって動かせます。で、腕もぐるり回りますよと。こんな感じですね。で、後ろのこの丸いやつ。これも根元のところがボールジョイント、ここのところはこういう風にカチャカチャ動きますよと。で、腕に関してこれからなんですけど、水平、まあこれぐらいですね。まあ根元も合わせるとこれぐらいまで上がります。で、肘のひねりがこういう風に動きますよと。で、今ちょっと粘りが強いから、ここの部分で止まってますけど、だんだんポリキャップとのここがね、接続が脆くなってくると、多分こちらの白いやつとこの赤いね、前腕部分でこう動いてますけど、最終的には多分ここのところと一緒にこの白いやつごと動くようになるような気がするんですよね。なので、今現在は強いけど、後々簡単にここからポロッと落ちるような気がしております。で、ここのところで前腕ロールできますよ。今ちょっと動きましたね。一応こういう風に、肘自体はこうやって動きますよと。ただ、先ほども言った通り、こちらね、ポリキャップでの接続になってるんで、重たい手だとやっぱりこういう風に、ぐーっとちょっとね、下がってきてますね。一応こんな感じですと。で、この状態で肘曲げれて、まあこうやってロールは先ほどできると。で、変に動かすとここからポロッといっちゃうんで、そこもちょっと気になるポイントの一つですね。で、簡単に外れると。で、手首自体はここのところについてる。こうですね。ここも同じくポリキャップ式なんで、ここでグリグリ動かせます。ここからポンと抜いて、他の手首ですね。平手とかあるんで、それと差し替えることも可能と。一応こんな感じ。はい。で、ちょっとね、もう一回グーに戻しますが、まあ、抜き差しは全然問題ないんですけどね、何も支えなしで、ここだけポッと引っ張ると、多分ここからね、ここからこういう感じで抜ける可能性があるんで、そこだけちょっと注意かなと。なので、ここの部分をポリキャップ式じゃない方が良かったような気がしております。というのも、やっぱりここのところの劣化によって簡単にポロポロいっちゃうとかね、それがやっぱり気になるんでね、ここに関してはもうちょっと強固な方法が良かったかなと。で、左右でどうしてもやっぱりバランス的にね、気になる感じになってるんですよね。ちょっと今回右がかなり弱いんで、こういう風に曲げたとしても結構ね、保持力弱かったりするんで、個体差が激しいんでね、ここに関してはもうちょっと軸太らせるっていうか、こちらのところをもうちょっと強化とかね、してあげて、パチッとはまるようになるとかね、そういう風にした方が良かったかなっていうのと、この方式じゃない方が良かったような気がしております。どうしても前腕が重たいキャラクターなんでね、どうしてもここの部分が保持できない可能性があるんでね、そこをもうちょっと考慮した関節の構造だったら良かったかなと。どうしてもメダロットシリーズ共通でこういう機構を採用しようというお話だと思うんですけど、今回のね、アークビートルに関してはちょっと前腕がね、どうしても重たいんでね、ちょっと支えきれない可能性があるんで、そこだけちょっと気になるポイントかなと。はい。で、腰のここも同じくボールジョイント。まあ、ここもあれですね、ポリキャップ式です。ひねりも問題なし。で、
フロントアーマーとかがあるわけじゃないので、足はここまで上げれるし、後ろも問題なくいきます。ここのところで曲げることもできるし、足首も同じく、ポリキャップ式なんで接地性もいいと。で、足自体もここ接続部分の根元のボールジョイントっていうかポリキャップ、ここの股関節のこの接続軸ですね、これも根元でこうやって動かせることができるんで、大きく広げてあげても、足もね結構広めなんで、こういう風にバッチリ立たせることができると。で、今現在部分普通に立たせてますけど、これ宙に浮かせることもできると。で、それ専用のパーツっていうのがこちらがあるんで、これをここのところにこうやってはめ込むわけですね。そして出てくるこちらの穴ですね。ここのところにフライングベースをつけてあげると宙に浮かせるとか、最終的にちょっとポーズとかね、足が弱ってきた時にこう立たないとぐちゃっとね、行っちゃう時にはフライングベースで浮かせてあげた方がより安定するかなと。ただそれはね、全体的に立たせる方法であって、腕の保持方法ではないんでね、ちょっとここが弱った時の対処方法がどうしようかなってちょっと悩む部分の一つだと思います。はい。一応基本的な構造としてはこんな感じですね。全体的なプロポーションというか見た目的には非常に良いと思います。ここの部分が動いたりとか、そういう部分はいいんですけど、やっぱりどうしても前腕部分のここのところが弱ってくると、腕をね、まっすぐ上げた状態で保持できないっていう弱点があるっていうかね、気になるポイントなんで、そこだけもうちょっと別な構造でも良かったんじゃないかなというふうに思いましたね。はい。で、先ほど言ったこちらの目の部分の交換方法なんですけど、こっからね、簡単に取れないんですよね。なので隙間のところにカッターとかね、なんかそういうのをちょっとね、板物を突っ込んであげてパチッと外してあげると。そして、こちらのやつを交換するという形になると。結構これもう保持力がっちり入っちゃうんで、一回入れたら抜けない可能性があるんでね、その時には、もうちょっとね、なんか抜きやすくするような加工とかしてあげた方がいいかもしれないですね。今現状だとこのまんまじゃ全然抜けてこないでね、もうちょっとなんかした方が良かったかもしれないですね。あ、抜けた。いいですね。一応指がサラサラしてると多分抜けないと思うんで、まあ最悪指にね、両面テープを貼り付けて、ここのところでペッて抜くって感じかな。そして別のやつ、丸めとかにしてあげて、そのまま戻してあげれば、こうね、できますよと。まあ交換方法はこんな感じですね。まあ、比較的楽に抜けそうな、抜けなさそうなって感じなので、手がサラサラしすぎてる人って、多分これ抜けないと思うんですよね。だからといって、これを取るために、角を抜いてバラすかっていうと、これ V 字にこうやってはまってる感じになってるんで、どうしてもね、ここのところ、パーツの組み立て上、これをパキってると多分 V 字のここから割れちゃうんで、これを抜くためにはどうしてもここのところを、こう、前面側に引っ張る必要性があるんで、やっぱり指にね、両面テープ、またゴムとかね、指サックとかなんかしてあげて、こう、摩擦で抜くっていう感じになると思います。はい。一応、バイザーとしては、まあ、こんな感じで交換できるんで、まあ、できやすいかというと、かなり難しいと思いますけどね。一応、そういう風に、指サックとかなんか対策すれば抜けると思います。はい。で、最後にギミックの一つとして、こちらにある、前腕のところにはね、ちょっと抜きますか。こちらのところにある、1、2、3箇所の銃口。ここのところに付属のというかランナーと一緒になっている弾ですね。これを込めると発射できますよと。で、一応内側に溝が入っていると。ちょっと見えるかどうか怪しいですけどね。内側に溝がありまして、そこに対してこいつを形合わせで差し込んであげるとカチッといきます。そうするとこれで装填できましたんで、ここにあるボタンを押すと弾が発射できますと。ただ、この弾っていうのがここ一発ではなく、こことここにも入るわけですね。なので、こう入れて、あと残り3発ですね。これも入れてあげると、一応撃てるっていうか、一応装填されるんですけど、これ、こっからもこっからも出ちゃうんですね。で、今現在としては、一番下は入れてないんで、一応こういう風に2発入れましたけど、これで押すと、はい、わかりますかね。こことここ、今同時に発射しました。ということで、これ一番最初に真ん中入れないとやりづらいんですけど、真ん中入れてカチッとロックしてあげると。それからサイドを入れるんですけど、これこういう風にね、一発ここだけ入ってると思ってここ見ないでパチッと押した時に横にも飛んでしまうと。でその時にここに顔があったとか、まあ子供とかね、あとはまあ自分でもいいですけど、ここから発射するなと思って、まあこっち側に発射しようと思ったらこっちからも飛んできて自分の顔に当たるとか目に当たってね、怪我する可能性があるんで、一応装填状態ですね、どこに弾が入ってるかっていうのを確認して、どっちに飛んでいくかっていうのを判断しておかないと、この弾なくすのもそうですけど、人にね怪我させる可能性があるんで、ここだけちょっと注意だと思います。なので実際撃つんであれば、ここの真ん中だけ、一番センターだけにしておけば、こういう風に弾が出たとしても真ん中だけ飛んでいくと。でここは飛んでいかないっていうかね、
こっからは出ないようになってしまうっていうかね、まあ実際こっからもこっからもこっからも出るのが一番忠実だと思うんですけど、周囲とかね、その辺を考えると真ん中だけにする方がいいのかなと。で、打つときには周囲を確認して、まあこのギミックを使用するというふうにすれば、まあ一応安全かなと思いますが、ちょっとね、この構造上気になるポイントなんでね、一応そこだけ、注意しておいた方がいいと思います。で、これが一応両方ね、ありますんで、両手で同時に打つこともできると。ただ、その分だけ飛んでくね、方向性がバラバラになっちゃうんで、ちょっと注意が必要ですと。ギミックとしてはこんな感じですね。それ以外に付属のこういうのが、まあ前回もちょっとお見せしましたけど、ここのところにセリフプレートみたいなのをね、浮かせることができると。まあここのところにあるんで、付属の紙をね、切ってここに挟んであげると。そういう風にすれば、一緒にセリフプレート的に浮かせることができるというふうになっております。で、こちらの部分がちゃんと設定通り、これが兜のメダルですね。こういうのもちゃんとこだわりはあります。ただ、こちらに関しては、前回先にね、ちょっとやってしまった背中のこちらのパネルですね。これを蓋パカッと開けると、中に設定通りメダルが収まっていると。ただ、そちらに関しては、片面ですね。こちらでいうところの、こっち面です。こちらのカブトムシが描いている反対側は造形されてるんですけど、その反対側、それにカブトムシがね、印刷っていうか、刻印されてないんで、そこもこだわりあったらより良かったかなって感じがしますけどね。うん。ただ、アークビートとしてはなかなかよろしいんじゃないでしょうか。ちょっとスプリングのね、この辺のギミック、これがちょっと恐ろしいかなっていう感じがありますけど、これは出来が良かったと思います。はい。で、前回の動画の方で、私はアークビートルダッシュの方が好きだよと言ったんですけど、こちらね、今動画撮ってるのが、7月の中ぐらいに撮ってるんですけど、ちょうどね、その後ぐらいに、アークビートルダッシュの方の発売が決定したというか、もう予約始まってたんで、予約しておりますので、こちらですね、アークビートルと、また最終的にアークビートルダッシュ、そちらが手に入りましたら、まあ、組み立ててね、まあ、こんだけ違うんだよって比較もやりたいと思いますが、アークビートルダッシュの方が出ますのでね、アークビートル好きの方は、そちらもね、買っていただければと思います。今だとね、まだ予約間に合うと思うんで、一応、そちらもね、ありだと思います。はい。ということで一応ですね、組み立て編とギミック編ということで2回に分けて紹介していきました。こちらのアークビートルですね。こちらの方の紹介を終了したいと思います。メダロットシリーズのプラモデルって初めて組んだんでね、今後気になったやつがあったらまたちょっと、ね、紹介していきたいかなと思っております。まあ、確定しているのはアークビートルダッシュの方がやりますんでね、まあ、そちらの方もちょっと、まあ、お楽しみにという感じでしょうかね。はい。ということで次回ですね、次回はフレームアームズガール、こちらの方で紹介していきたいと思いますが、実質、こちらのね、フレームアームズガール、組み立てるのは全部で4回目という形になりますんで、以前紹介したやつの本当の色替えみたいな感じになっちゃってるんでね、まあそちらもささっとね、紹介していくような形になると思います。はい。それではまた次回お会いしましょう。バーイ。